初めは絶対家に帰った方が治ると思って帰った。ちょっと早めに帰った。いやーブンブンブン、おいしこのナイデバイスから始めました。ニコルシの番長ちょっと来よ、はじめです。皆さん今日も来てくれてありがとう。いやいたてぶにゃ皆さん。いやにゃあのおかえりっていっぱい言ってくれてて、あのめちゃめちゃうれしかったね。はじめいやなんかおかえりいっぱいありがとう。なんか今声を出すのが久しぶりすぎて、なんかわからないで始めじゃあなんか本当にな、1週間本当に喋ってなかったんだよ。もう言葉を一切発してなくて、だから今配信前にちょっとなんかちょっと声が来てみた、あデドデドみたいな感じな。ね、なんでみんなちょっと聞き取れなくなってるの。いや聞き取れるでしょ。で次の日が配信お休みだったかな。まあ2時間ち泊まりたかったんだけど、本当は泊まりたかったんだけど、なんかまあこう自分家に行ってな、加湿器も買ったじゃん。加湿器でめっちゃモクモクして、なんかめっちゃ顔とかにいろいろぐるぐる布とか巻いて、なんかめっちゃなんかポカポカして、なんか寝た方がいいかなって思ってね帰ったんだけど、いや加湿器水入れたよ。いやあのねみこちさんですよね、水入れないで加湿器ずっと使ってたの。いや初めそんなポンじゃないかにゃ。みこちさんには悪いけど、初めそんなポンじゃないかにゃ。ちゃんと水入れますちや。月曜日起きた時の喉が未だかつてないぐらい、なんだろう、食道、首の真ん中って何、食道が狭まっていて、なんか水は飲めるけど食べ物は多分ここ通らないだろうなっていうぐらい、なんか膨らんでたのね喉が。でなんかこれはなったことないタイプだと思って、やばいと思って、それで病院に行ったの。そしたら大きい病院じゃなきゃダメだって言われて、なんか紹介状書かたねて、とりあえずすぐ行ってくれって言われて、嫌だけど行くじゃん。嫌だけど、なんか何で行きましょうって言われて、タクシーで行きますとか言って、初めはちょっとケチって電車で行ったんだけど、まあだからちょっと着くの遅くなっちゃったんだけど、ねえねえ病院に行ったら入院してくださいって言われて、そう、鼻かなカメラ入れられたの。鼻かなカメラ、初めあれめっちゃ痛くちゃ、もうブチギレそうなったマジで。まあお医者さん何も悪くないんだけど、もうブチギレそうだったマジで。鼻カメラの時は、しかもその日うち3回やったからね、鼻カメラでですね。結局どうなったかっていうと、初め結局ですね、入院しましたはじめ入院してました。でですね、はじめ本当に病院が嫌いじゃ、採血されて、はじめ採血がこの世で一番嫌いなのにゃ。むなむな、なんでうちの血を取るんだよっていう、なんかもうまあなんかこう点滴で注入されるのはいいんだけど、血を取られるのがすっげえ嫌にゃ。そうね、なんかでも入院するためには採血しないといけないですって言われたかにゃ、仕方ねえなと思って、血取ってもらうじゃんって、いろいろクリアして、病室に行きまして、ベッド行ってだな。なんかそこでもちょっと、もう初めもうなんかもう嫌なこといっぱいされるから、ストレスで全然寝れなくて、まあ、消灯時間が過ぎてもね、なんか1時間おきとかに夜中にね、なんか
アイテン敵買いまーし、ハイテン敵買いまーしってね、来てくれるわけでね。はじめマジで一睡もできなくて、喉治すのってさ、寝ないと治らないじゃん。でもなんかいっぱい来るから寝れなくて、しかもなんか朝、もう決定だわね、朝の5時にまた採血されたの。しかも聞いてないの、採血来るって。朝の5時になんで採血されなきゃいけないのと思って、はじめめっちゃもうストレス限界値突破した。もうなんかね、はじめ人生の中で24時間以上起きたことあるの1回だけだって前どっかの配信で言ったんですけど、2回目決まってた。こりゃ30時間起きました。はじめ数えた寝てない自慢、地獄のミサじゃないけど、マジで、いや、はじめ30時間起きたわと思って、イダイダって言ってた、してちまったじゃん。Sure。 そう、逆に不健康なの。はじめここにいたら治るもん、もう治らねえと思って、最低5日いてくれって言われたけど、はじめはちょっと早く帰った本当は5日間いなきゃいけなかったのかもしれないけど、はじめは絶対家に帰った方が治ると思って帰った。ちょっと早めに帰ったいや、ばっかり、いや許可を得て帰ってきた。ちゃんと許可を得て帰ってきた。無理だと思って、絶対家の方が治ると思って。としたらね、家に帰ったらね、めっちゃ寝れたじゃん。なんかもうなんか治ったもん、もう治ったと思うだから、ママ、最初の何日かの入院は、まあ、大事だったけど、結局自分の体をね、一番よく分かってるのは自分ということでね、まあ、絶対あそこにいるようにな、自分家にいた方が治ると思ったので帰ってきました。あと結局ね、なんて名前だったかな、なんか急性むくみもんのんどんやんみたいな、なんか漢字読めなかった漢字読めなかった。はじめは入院中も家に帰ってきてからも、とにかく治すためにゃ、はじめはね、とにかく寝待ちた。もうなんかはじめ寝るの大好きだったんですけど、なんか寝るだけしかしちゃいけないのも結構辛いんだなって思いましたね。なのでめちゃめちゃ今、ジャジョン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 、体ダドーンって感じや。